視界が不明瞭だ。くれぐれも気をつけてくれ。給油機まで1マイル。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの並走の使用は禁止する。全機高度を下げろ。ここからは高度制限を行う。高度1900フィート以下で飛行しろ。上出来だ。そのまま行こう。前方に固定式サーチライト注意しろ。光を避けて飛べ。見つかるな。予備ストライダー、こちらの ETA はそちらと差がない。奇襲とはいえそんなに早く LV の確保できるのか。任せとけ。そっちこそ総人数で大丈夫か。ああ、全員以上は快適だ。わーらねえぜ。両腕が苦手でな。よし、バンパラについていく。頼むぞ。了解した。ストライダー1、ウェイポイント2を通過。谷がさらに狭くなる。気をつけろ。速度に気をつけろ。ウェイポイント3を通過。基地が近づいた。これより無線を封鎖する。次におしゃべりができるのは基地上空だ。引き続き高度に気をつけろ。暗い場所があるが墜落するな。一体いつになったら最終作戦をやるんだ。いい加減俺は死んちまったぜ。これが最後の壁だ。カウント、基地を奪い最終作戦の共闘法とする。みんな生き残れよ。ファーバンティでは全員が必要になる。ワイズマンがいなくても中隊長みたいなことを言うやつが何人も嫌がる。ストライダー隊のいいところは隊長が無口なところだな。ウェイポイント4を通過。無線封鎖解除。基地まで残りわずか。攻撃開始。目を覚まさせてやれ。時間が経つほどこちらが気になる。さっさと片付けよう。よし、袋叩きにするぞ。支援に向かわせる。答えは俺、やるぞ。
だ。この機を捉えて一気に前進しろ。よし、もう見つかったら一斉に走るぞ。よし、これから無知の屈強な宅配員たちがお客さんの相手の呼び鈴を鳴らす。まだ立てこもってる連中も多いな。だがこれ以上は待てん。突撃開始。抵抗する者は殺害せよ。撃ってきた。西方向。行け行け。撃て。これバリケードを踏み潰せ。完璧だ、ストライダー1。ストライダー1の着陸を確認した。行くぞ、彼を出迎えよう。ストライダー1、ウェイポイント1を通過。敵基地到着までの兵装の使用は。夜間の奇襲作戦であったが、見事な働きだった。オーシア本土より潜水艦が到着し、補給も開始された。この基地を前線基地とし、ファーバンティ制圧作戦を開始する。ロングレンジ作戦の総仕上げだ。